供の頃に砂場でハリネココを作って笑ってたネクロポップの人たち、こんにちは。ともかくネクロポップです。ネクロポップなんです。ネクロポップなんだよ。つまりこれは何かというと、夏休みの学園に閉じ込められた老若男女が妖怪の群れを相手に戦っていたら、実は自分たちが妖怪だったと気づいた後に学園すらもなかったと気づかされる妄想世界アドベンチャーなんです。まあ嘘なんだけどね。中二病をこじらせてそのまま成長したら一体どうなるんだろうかと考えてみましたが、ろくでもないことばかり起きそうな気がしますよ。でもそうやっていつまでも若い心を失わないのは悪くない。悪くないけど他人を巻き込むな。うー、古傷が。ソファに顔を押し付けて足バタバタしちゃうよね。筆箱の中に恋人がいたっていいじゃない。陰で笑うな、笑うなよ。これだからネクラは、ネクラは困るんだよ。明るくなれよ、もっと本当に、いやポップに、ポップさを手に入れろ、ネクラポップだ。というわけでネクラポップです。現代を舞台にネクラな女の子がケルベロス召喚して学園を遊園地にしちゃうファンタジー。でも最後に笑うのはネクラポップの女の子。ネバー